今回は身長160cm 未満の方の椅子選びとデスクワークのセッティング方法です。身長158cm の方に協力をいただいてます。まずは椅子選びです。デスクワークをする際におすすめなのはやはりワークチェアを使うことです。高機能ワークチェアは確かにいいものですが、残念ながら身長 160cm 未満の方には大抵のワークチェアはサイズが大きいという問題があります。例えば今アーロンチェアの B サイズに座ってもらってます。明らかにサイズが大きいです。サイズが大きいワークチェアを使うのは問題があります。サイズが大きいワークチェアに座ってしまうと深く座った際に膝の裏が座面の先端の裏に当たってしまいます。これは膝の裏の血管圧迫しますので血行不良が起きます。また深く座らないことで背もたれが使うことができません。それから肘掛けの幅です。肩幅が狭くなるので肘掛けの両幅が広いことで腕を置いたまんまキーボードやマウスがしづらくなります。以上のことからワークチェアはちゃんと体のサイズに合ったものを選ばないといけません。体格に合うワークチェアを選べば快適です。膝の裏はですね、だいたい指が1本か2本ぐらい開くぐらいのサイズにしてください。そして肘掛けの両幅が広くないものですね。ではデスクワークをする際にはどのようにセッティングをすればいいかお見せします。ワークチェアですが、デスクワークの天板と揃えるような感じにしてください。こうすれば腕を置いたままキーボードやマウスを操作しやすいからです。でもこうすると足がやっぱりつかなくなってしまう問題があります。全体を下げるのは間違いです。正しくはフットレストを使うということです。このようにフットレストを使います。そうすれば足はちゃんと設置しています。足はついているのに肘掛けの高さは天板と揃っているので腕を置いたままキーボードやマウスがしやすいです。身長が低いからといってワークチェアの座面が低いものを選ぶとか全体を下げて使うということはするべきではありません。肘掛けの幅についてです。肘掛けの幅ですが、このように両腕を置いたままキーボードが真ん中が打てるぐらいに調整できるものがいいです。今これはアーロンチェアの A サイズですが、ご覧のように腕を自然に下ろしたまんまキーボードを打つことができています。腕を上げっぱなしで作業をしなくていいですし、手首だけを置いて作業をすることによって手首を痛めるということも少ないです。このように調整できるワークチェアを選ぶべきです。これが理想のデスクワークのセッティング方法です。肘掛けの高さを天板と揃える、腕を置いたままキーボードができるようにする、目線とディスプレイの高さを揃える、足元にはフットレスト、背骨はしっかり S 字のカーブを描き直立を保っています。つまりこれが人間の本来の姿勢をキープできていますので現状維持ができています。これに近づけるようにしてください。腰が痛い、肩こりがひどい、その他もろもろ座り作業で問題があるという方は参考にしてください。では。